か。じゃあもう一回いきます。ごめんなさい。はい。はい、こんにちは。世界を楽園にする映画監督、ジャーナリスト増山玲奈です、いつもドラゴンジャーナルをお聞きいただきましてありがとうございます、本日はなんとイギリスのロンドンに、来ておりまして、こちらでダンスセラピストの中山美穂さんをゲストに、お送りしたいと思っております。この、ダンスセラピストということなんですけれども、日本では精神治療は、主に投薬治療が中心なんですが、イギリスではダンスやアートを活用した、セラピーを治療に取り入れており、そしてイギリスの大学院でこの、ダンスセラピーを学ばれたということなんですけれども、中山美穂さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。このダンスセラピーというのは日本でなかなか聞かれないので、どういった内容なのか、視聴者の皆様も、まだご理解がない方も多いと思うんですけれども、中山さんがこのダンスセラピーを知って学ばれた内容やどういうきっかけがあったのかを教えてください。はい、20代の初めにインドの児童労働の問題を取り組むためにインドに渡って11年住みました。でインドでは実際に路上にいる子どもたちのためのアートスクールっていうのを現地のアーティストたちといろいろ活動をしていて、で実際に20人か30人子どもがいる学校を運営していたんですけども、そこの時に一番学んだのが、アート、つまりダンスとか音楽とか、それから絵とか、彫刻とか写真とか、いろんなアートのメディアを使って子どもたちをエンパワーメントすることも大事だったんですけど、それプラス心の傷っていうものにやっぱり触れる機会っていうのが現地で活動していてすごくありました。でその経験からその心の傷を一旦過去に起こったものを癒すっていう考えもあったんですけど、それができるのは何かなっていうことを考えた時に、アートを使ってそういうセラピーをやる、学ぶことができるっていうことを、ロンドンでできるっていうことを聞いたので、ロンドンに約5年前に来て勉強をしまして、で2年間の、訓練を受けて、でダンスセラピーの資格を、取って以来どっぷり精神療法の方の世界に入りつつ、クリエイティブな仕事も、やりつつで今の形になっていますけど、まだ始めてそうですね5年ぐらいですので、どういう形で持っていくかっていうのを模索している段階にいます。ロンドンで5年間かけて学ばれたり、その実際に実践をされているっていうことなんですが、その前にインドで、ストリートチルドレンの子どもたちと一緒に、暮らしながらエンパイアメントをするような活動もされていて、実はそれがダンスセラピーっていうことを知らないままやっておられたということなんですが、実際にはその中でこう人の心を表に出したり、そこで本当の意味で問題を解決したり、癒したりということを実践されていったんですね。そうですね、論理的にはつながってはなかったと思うんですけど、理論はこっちに来てから少し学んで、でやっぱり一番感じたのが心と体のつながりをかけ離れている人っていうのが、いる中で、そういう人たちがまた、人間が健康であるっていうことイコール心と体がやはりコネクト、つながってるっていうことだと思うんですね。そこがいろんな事情でかけ離れてる人たちを見て、子どもたちを見てきて、そこをつなぐ媒体が、体を動かすダンスとかムーブメントであったり、アートであったり、そういった形、薬ではなくて、薬でそういうフィックス、治す問題をね、治すっていうんじゃなくて、自分の持ってる力、実は備わってる力っていうのを引き出す、やっぱりことができるのがアートだと思うんですね。だからそういうことをメディアに使ってやっていきたいなと
で、あの、まあ、いわゆる日本では芸術療法っていうふうに言われていて、芸術療法の中には、はい、あのまずアート、それから音楽療法、はい、日本でもかなり馴染みがある音楽療法ですね。それからドラマ、あの演劇を使ったセラピーで、はい、最後にダンスセラピーという4つのカテゴリーがあります。で、私がやってるのはあのダンス、体を動かして、はい、あのまあ、今ここ体がどう感じてるかっていうのを一番大切にして、であのそれが実際の生活の中にどう、まあ、反映しているというか、はい、っていうのをその人自身が気づく場を設けるのが自分の仕事だというふうに感じています。で、あの実際には日本ではあの精神病棟とか、あるいはあの引きこもりの若い人たち、20代の30代の女性を対象にあのダンスセラピーの仕事をさせてもらったりとか、ロンドンではあの、まあ、いわゆる出産うつ、出産後うつになった方の、はい、まあ、ダンスセラピー、それから、まあ、学校ですね、あとは精神今病棟で10代の若い子どもたちが、まあ、何らかの理由で精神病棟に入院してくるんですけど、そういう子どもたちに少しでも、はい、あの ここでいっぱい考えるんではなくて、ここでも感じてほしいんだよっていうことを、はい、まあ、気づいてもらえるようなプラットフォームを自分が、うん、作れたらいいなっていうことで、少しずつですけど、はい、あのまあ、取り組んでいます。すごく興味深いです、うん、あの自分自身は、精神病棟に行ったことはないんですけれども、おそらく20代前半からアートをやってきたんだけど、まあ、病院に行ったら多分病気だと診断されたと思うんです、どの時期でも、うん、でもそこを自力でアートをやりながらなんとか生きてきたんですけれども、うん、言葉では、いや理論では分かっていないんですが、アートが人を本当の意味で癒したり、あのモヤモヤしてたものがなんか解決したりっていうことを自分自身も20年体験をしてきました、うんうん、で今あの大量生産大量消費の時代が終わろうとする中で、人々が新しい時代にこうフィットする体やあの、思考回路を持ってるのかなっていうと、みんなそこがどう変わっていいのか分かんないみたいな戸惑いがある時代だと思ってまして、そういった時期にの三井さんがやられてるアートセラピーって特に日本の方にとってもすごく効果的なんじゃないかなと思いました。またその、日本の投薬治療の中で病院に行って薬を処方されて、最初眠れないって言ってもお薬がもらって、うん、問題解決するのではなくって、薬によってこう無理やりこう日常に戻すような、うん、本当は心の中をじっくり見て、うん、自分の体と対話をするような、うん、ことが必要だと思うんですが、それがなくいきなり薬っていうケースが多くありまして、その中でその薬の量がどんどん増えていったり、うん、種類が増えていったりして、うん、その状況としても、改善しているのか改善してないのか、もしくは悪化しているのかわからない友人もたくさんいます、うん、で日本のどこが問題なのかというのはこれから調べていかないといけないと思うんですが、そのたんびにいつもアートがあるじゃんと思ってたんですよねでも自分自身はその大学院で学んだりっていうことはしてないので、三井さんがどういったことを学ばれたのか、私自身も教えていただいたり、あの来年は日本にも来られてワークショップをやっていただけるっていうことなんですが、すごく楽しみにしてます。三井さんが今取り組んでおられるボディーマップというワークショップについてもちょっとお聞きしたいんですけど、うん、これはどういったものなんですか？ボディーマップというのは、まあ、簡単に言うと自分の等身大のキャンバスがありまして、はい、そこに自分の、まあ、作品を作ることが目的ではなくて、そのキャンバスにどういった絵を描くことが目的ではなくて、その絵を描くに至ったそのプロセス、過程を大事にするっていうことが目的なんですね。そういったワークショップを今あのやっているんですけれども、つまりあの動いて体に感じた感覚を大切にしながら、その感覚をキャンバスに色や
素材とかアートマテリアルを使って表現する、そのアウトプットするっていうことを多くの方に体験していただきたいなというふうに思っています。で、まあ、どういうことかというと、はい、これは自分の作品なんですけども、はい、実際にちょっと等身大なので、はい、ごめんなさい、はい、大きいですね、随分、はい、これは何を描いたものなんですか？これはちょうど先週自分が取り組んだボディマップなんですけど、はい、まあ、動いて一番感じたのがここの足の部分と、はい、それからここら辺のお腹の子宮のあたりと、まあ、ここ胸ですね。あ、今ラジオの方は多分これが見えないので解説しようと思うんですけれども、はい、今三好さんのスタジオで、ボディマップという体をなぞるような形の等身大の人物が描かれた絵を開いていただきました。これは三好さんご自身の体の形なんですか？そうですね、はい、ですからすごくデリケートな素材を、はい、まあ、扱うっていうのがまず一つ、はいはい、でもう一つはそのここにキャンバスに描かれてる作品が美しいとか完成したとかそういうことが大事ではなくて、はい、そのキャンバスに来るまでの過程、どうやって自分が動いてどう今日体を感じたか、例えばすごくなんか今日肩が痛いとか、今日すごくなんかどこか、うん、強く感じるその感覚を、まあ、自分のなんていうんですかね、感覚を信頼してそれを色に表したりとか、何か布を使ったりとか、こうマテリアルを使って表現していくっていう、うん、そこで、うん、ちょっと一歩離れてそのキャンバスに投影されているその、うん、なんていうんですか、表現、自分が表現したものをちょっと一歩離れて見る機会ができるんですね、このボディマップという。これはすごく面白いなと思うんですが、紙はこうふわっとして広がっていて、そして片手を上げて胸の部分が紅葉との抱きかかえられるような手が描かれてまして、で口からふわっとなんか息を吐いているような表現もあります。でまたその、体の子宮の部分には丸い布が輪を描いててというような絵なんですけれども、あ、中に子供もいるんですね。ちょうど三好さんがお子さんを出産された後描かれた、先週描かれたものということなんですが、実際この、ボディマップのワークに参加されてどう感じましたか？そうですね、意外と今どう感じてるんだろうってパッて聞かれるとパッと出てこないなっていうのが、うん、いつも思うんですけど、意外とやってみると、あ、自分は実は今こう感じていたんだとか、ここが今すごくなんか強くなんかこう執着してるんじゃないかとか、そうやって自分中に実はこういうことがあったっていう発見が結構あったんですね。で今は一番必要としている、例えば今2018年のこの11月の時に今自分が必要としているのは、何でもわーってたくさんやる20代30代を超えて、もっとどっしりちょっと落ち着いて一つのことをちゃんと一つこなしていきたいっていう今気持ちなんですけど、それをこのマップに表したのも、今すごくそれが必要なんだっていうのがこの表現したことで再確認ある意味できたなって、うん、なんか足がどっしりというか、うん、しっかりした木みたいな素材、そうですね、色で描かれてるんですね、はい、だからそういう自分がここがこう、例えば手と胸に当てた手の形と足型っていうんですか、はい、フットプリントを作ってたんですけど、それがつながっていたいっていう、心と足がどっしりしたその感覚がつながっていたいっていうのをこのキャンバスに
表して、まさにこのイメージを作った後に持ちながら日常生活に戻って仕事をできると一番いいなっていう、仕事とか生活ができると、あの時はああ感じて、あの感覚を大事にしたいなっていう思いで、また日常生活、忙しい日常生活を送っていければ一番いいかなっていうのが。なるほど。普段その育児や仕事に追われてると、うん、自分自身の体や心を振り返る余裕がなかなかないですよね。あの、また先ほどこういったワークはのグループで取り組んで、うん、5人ぐらいのチームでやられてると聞いたんですけれども、あのグループなんて言って、ダイナミック、うん、ダイナミズムって言ってましたっけ、うん、その何人かのチームで話をすることによって、うん、人の話から自分の過去のことを思い出したりとか、うん、そういった効果もあるんですか。そうですね。だからあの私が参加しているのは女性だけのグループだったんですけども、女性特有 の、はい、あの例えば出産とか、はい、結婚とか、はい、あのまあ、そういった体にまつわる話っていうのが結構、あの安心した場所だと人間ってこうパーッと感情が出るのか分からないんですけど、そういう、まあ、機会だったと思うんですね。でそこでたくさんの人がいろんな個人的な話をしていて、でそれを聞きながらまた自分も、あ実はこう思ってるんだとか、そういうふうに影響を受けていて、グループが作るそのなんていうんですかね、リズムみたいな、そういったものがキャンバスにまた出てくる、あるいはその動きに出てくるっていうような、で同時に実は自分は一人じゃないんだっていうこともそのワークショップの狙いなんですね。つまり自分だけがこう感じて悩んでるんではなくて、実はあの人もあの人も同じようなことを本当は感じてるんだっていう気づきにもなる機会だし、そこをその例えばすごくまあ、ある女性が閉経についてすごくこう何ていうんですか、グリーフ、つまりすごく悲しく思って、そのやっぱり体の変化とかを感じてるのを、いろんな人がそのキャンバスを見守る、できた作品を見て、またそのいろいろ評価をするんではなくて、どう自分が見たか、どう今何をここに映ってるかっていうのを表現する機会があるんですね。でそういう時にこう自分の作品をちゃんと見守られて、うん、でなおかつこう誰かに、なんていうんですかね、誰かに認識してもらうっていう、はい、その、うん、保証みたいなのを得られるじゃないですけど、うん、そういったことがそのワークショップで、まあ、起こる可能性もある。でそれがすごく自分一人ではなくて、他の人にそこに今いてくれたっていう、このなんていうんですかね、一緒にいたっていうことか、一緒に見守ってくれた、はい、自分の辛い経験とか自分のこういった思いを一緒に誰かがそこにいて感じてくれたっていうことを大事にしてくれるワークショップなので、はい、その体験もすごく素晴らしい。そのいろんな効果がそのボディマップにあってすごく奥深いんですけど、はい、まあ、こういったあの取り組みを日本でもまあ、できればいいなっていうふうに今思っています。うん、楽しみですね。来年の5月に日本に来られた時に、うん、ぜひ一緒に企画をさせていただきたいなというお話を今してたんですけれど、うん、ラジオをお聞きになって映像も見てくださった方の中でぜひ一緒に参加したいとか、うん、取り組んでみたいという方がいたら、うん、ぜひご連絡をいただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。あの自分その、グループのワークで、その閉経についてとか悩みをもしシェアみんなですると、私自身も今42歳にもうすぐなるんですけど、うん、だんだん自分の体が変化していくんだろうなっていうことを想像していて、でも何が起こるか不安でわからないじゃないですか。なのでもしそういったすごくセンシティブなテーマではあるんですけれども、
自分自身もそのワークにも参加して、経験してみたいなと思いました、うん、ありがとうございます、はい、大事なのは日本で一番今大事だと自分が思っているのはやっぱり、はい、精神病、まあ、メンタルヘルスについて の意識啓発だと思うんですね、はい、でイギリスではもう学校の中で、はい、意識的にどの学校でもそういったNGO とかが入ってメンタルヘルスについての啓発活動をやっていて、どういったことが、はい、ある人に起こるか、例えば孤独感を感じたりとか、ひどい時は、まあ、例えば、まあ、精神病にかかってしまう可能性もあるっていうようなことを小さい時からやっぱ教育をイギリスではしています。でそういったことがもっと日本で広がるようなことも活動することで、その誰にどんな人にも起こってしまうことなんだっていうことを、自分たちはそのどっていうかな、その分かれ道じゃないけども誰でもそこに立つ可能性があるっていう、だから相手を理解する必要がある、そういった状況にある人たちを理解することが大切なんだっていうことを、やっぱり偏見なしで、はい、もっとコミュニティ社会がサポートできるような体制を日本でも作っていければいいなっていうのが将来の思いです。わかりました。今日はダンスセラピーやその精神治療のあり方、そしてボディーマップという、女性だけではないですかね、女性たち、そして、男性の方も身体と向き合うそのアートと、身体表現を混ぜたようなセラピーのついてのお話をお聞きしました、ゲストにお越しいただいたのはダンスセラピストとして、ロンドンで活動されております中山美代さんです。美代さんが来年来るの、来ていただくのを、日本の仲間と一緒に楽しみにしております。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、最後何か短くメッセージがありましたらお願いしますそうですね、日本は2年ぶりなので帰るのがとても楽しみにしてますし、いつも出会いが一期一会ですけれども、それがすごく人生を楽しくしていることだと思いますので、アートを通して踊りとか動きを通していろんな人とつながれるような出会いがあればいいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。美代さんとは、美代さんが作られたインドのボンフリーアートスクールにも私も行かせていただいたことがあったりすごくご縁を感じています。来年日本でワークショップやっていただけるのを楽しみにしてます。またお会いしましょう。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。 OK、20分って言って絶対長くなるんでちょうどよかったです。あ、そうですか、そうよかった、どんどんね喋ってしまう、そうそうそう、ちょうどよかった。